はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線の平行移動丸3をお送りします。で、今回問題集2問ですね、やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、非常に似てます。でも問題もすごく似てるんですけど、2点あって、そっからの距離の上が和、下が差です。が、ほにゃららである点の軌跡を求めようっていう問題。で、途中式書かされるパターンもあるので、1番はちょっとがっつり書きます。で、結構書かなきゃいけないんで、多分2番入らないんですよ。だから1番の方はがっつり書くんですが、2番はちょっと省略形でやらせてください。で、まずね、どっちの問題も2点あって、そっからの距離の、まあ1番だったら和ですよね。が10。2番は差が6なんですよ。つまり、こっからって言ってる以上、ここ焦点なのね。で、焦点が分かるってことは、そのちょうど間が中心になります。これは楕円だろうと双曲線だろうと。いいかな。で、まずそっから勝負していく。で、まあ書き方、途中の書き方は先生とか、まあ、参考書、教科書によっていろいろ違うと思うので、まあ書き方の一個の例だと思って聞いてください。で、まあ、これがね、どういうものかを先書きたいので、まあ、問題のね、まあ、条件。このね、条件から、ちょっとここ長くなります。もしだったら早くしちゃって。2点、マイナス5の2、1の2、今書いてあるやつね。おって書いてた。が焦点だね。よいしょ。が、焦点で、で、中心がさっき言ったように、これの間です。で、Y 座標に関しては2と2なんで、もちろん中心も2です、Y 座標。で、X 座標がマイナス5と1。マイナス5と1ね。6離れてます、ここ。6。ってことは、間は3離れた場所なので、つまりマイナス2です。場所としては。それか、それぞれ足して2で割ってください。中心の、中点の求め方そうなるからね。で、焦点で、マイナス2の2を中心とする距離の和って言ってるから、これ楕円ね。楕円であると。求めたいね、その軌跡。まあ、2点は焦点だし、で、中心もわかるから、これを求めたいんです。でも、このまま求めていくのはちょっと辛いので、どうするかっていうと、まず中心を原点に持っていきます。つまり全部平行移動するの。で、平行移動して、まあ中心がね、まあ、標準形に近いこういうものになったら、そいつの方程式を出します。まず。で、出したらもう一回戻してあげるの。移動した分をね、中心をここに戻してあげる。っていうスタンスでやっていきます。だから、まあ、自分はここからそれぞれを、で、これを原点、中心を原点に持っていきたいんで、X 軸方向まで行きます。それぞれを、X 軸方向に2。で、Y 軸方向にマイナス2ね。マイナス2だけ、平行移動すると。そうすると、中心が原点に変わるので、平行移動、まあ、下でいいか。平行移動した。楕円の方程式は、移動して中心がね、原点になっているので、一番標準形ですね。a2 乗分の x2 乗プラス b2 乗分の y2 乗イコール1です。楕円だからね。で、ここでポイントなのは、焦点も移動するじゃないですか。こっちからどうか。焦点が移動すると2のマイナスに移動してるので、マイナス3の0と3の0になります。焦点もね、移動してくるから。で、X 軸に数がついてるってことは横長なんです、楕円。ってことは A の方が大きいはずだよね。
つまりこれに A よりあ B より A の方が大きいよって、あとそれぞれ正だよっていう、こうなります。今これが標準、標準形っていうか、今回まず求めたい原点に移動した先のやつで、こっからはもう楕円の最初に勉強したやつです。これを出して、で距離の和が10なんです。横長の時距離の和は 2a でしたよね。つまりまず 2a イコール10ってできるから、これより a がすぐ5って出ます。でもう一個、焦点がマイナス3と3って数字が出てる。で焦点に関しては楕円は a2 乗、今 a 大きいからね、 a2 乗引く b2 乗のルート、つまり a2 乗は25引く b2 乗、これのルートが焦点、まあ、正の方の数字ね、3ってできるので、これより b2 乗を解くと、両辺2乗してこっち9、ルート外れます。で整理すれば b2 乗イコール16です。これは2乗のままで OK、 b まで出す必要ないからね。でここなったので、下が微妙かな、もう1行入れないんだよな、まあ、ギリ詰め込むか。で、こうなったから、よって、1、これですね。1は、A2 乗25なんで、25分の X2 乗プラス、B2 乗16ね。16分の Y2 乗イコール1と、こう出ました。これが中心に移動した先の方程式。で、さっきも言ったように、それをもう一回戻します。こいつを X 軸方向にマイナス2、Y 軸方向に戻せばいいので、ここで、いいかな。いいか。なので、求める、軌跡求めたいんでね、求める軌跡は、で、今回は楕円とか何も言われてないので、これ楕円だよね。つまり、ちゃんと楕円って書きます。楕円、25分の、で、さっきも言ったように、マイナスに移動します。もう一回、中心を0からマイナスに持ってきたいんで、X 軸方向にマイナス2ってことは、ここは X プラス2です。2乗プラス、16分の、Y 軸方向にはプラス2移動したいんで、ここは Y-2 の2乗イコール1と、なって、これで終了です。これもっと下に書けばよかったかな。まあ、一回入るかな。こういう風にやってください。これは2番も同じです。やることは。ただ差なんで、双曲線になってるんだけど、そこは違うんだけどね。では行きましょう。ちょっと2番全部埋められないので、飛ばしで書きますね。では行きます。で、2番も結局条件から2点、これが焦点ですね。で、中心がこれの間です。で、X 座標は同じですね。中心もマイナス2になる。で、 Y 座標が8とマイナス2です。離れてるのがこうか、離れてるのが10離れてるから、5の場所に、まあ、5を移動した場所にね、間が来るんで、まあ3になると。それから中点求めたいんで、両方足して6、それを2で割れば中点が出てくる。まあ、これでも OK。で、中心分かりましたと。だから、まず、X 軸方向に、原点にね、持っていきたいから、X 軸方向に2行きます。で、Y 軸方向にマイナス3移動してきます。いいね。で、平行移動してきた、これは双曲線ね。双曲線の方程式は、双曲線なので、a2 乗分の x2 乗マイナス b2 乗分の y2 乗。ここまで固定なんだよね。で、双曲線は左右タイプ、上下タイプ。これによって、右辺が1かマイナス1で分かれます。で、そこの判断基準は、これの、焦点、移動してきた先の焦点を見ると分かりやすい。で、今、中心こうなりました。で、どこにしようかな。焦点。この移動した先ね。待ってね。移動した先の焦点が、移動、2と、ごめん、2とマイナス3動かすんで、0の5
と0のマイナス5になります。ここから移動させます、焦点ね。で、y の方に数字がくっついてるってことは上下タイプなんです、今回。こういうね、双極線が。つまり、右辺マイナス1ね。いい？で、双極線の時は AB どっちが大きいとか関係ないです。ただただ A も B も正である必要があるので、書くんであれば A イコール正、B イコール正、まあ、ダイナリゼロね。で、書いておいてください。で、こうなる。で、双曲線なので、距離の差。で、今、上下タイプの時は 2B ね。2B が差になるから6です。で、これ解くと、B イコール3が出る。で、焦点行きましょう。双曲線の焦点は、A2 乗足す B2 乗のルートです。で、A2 乗わかんないから、A2 乗足す B2 乗は9。ルートつけて、それが5になる。焦点の正の方ね。より、これ解くと、まあ、2乗して、またね、まとめれば、16になります。なので、1が、数を入れればいい。16分の、x2 乗、マイナス、b2 乗して、9分の、y2 乗、イコール、マイナス1と。これで、中心に持ってきた、先のやつが出ました。だから、こいつをもう一回戻します。中心をここに戻さなきゃいけないので、マイナス 2x ね。x 方向にマイナス2、y 方向にプラス3持ってくるから、まあ、求めたいやつね。は、下入るかな。16分の下入ってる。あ、OK、OK。x 方向にマイナス2移動したいんで、x プラス2、2乗、マイナス、9分の y は、こうなって右辺がマイナス1と書いたんですが、書き忘れました。ちょっと待ってね。何を忘れたかって、双曲線書き忘れた。これはね、奇跡って言われてるだけなんで、双曲線って言われてればね、書く必要はないんですけど、ちょっと待ってね。ちょっと答えだからちゃんと書きたいね。よいしょ。あー、待って。16分の、待って、マイナス2移動するから、x プラス2の2乗マイナス、これね、右側入んのかな？ y マイナス3の2乗イコールマイナス1入ってて、あ、OK。よいしょ。これで終了となります。まあ、なので両方ともやってることは、最初の焦点から中心を求める。で、その中心を原点に持ってきて、まず出すと。方程式を。で、それをもう一回戻す、中心を。って、まあ、行って帰る感じになるんですが、まあ、このスタンスで解くことができますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は、高校数学、数3の二次曲線の平行移動丸3をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、平行移動の問題、一応これで最後で、次回が、二次曲線と直線だっけな？なって言っちゃったよ。の、やつをね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。